どうも、松葉です。高卒自動車関係製造業の1年目10月の給料について語ります。悩むね、ような給与明細書がある方は Twitter にお送りくださいませ。チャンネルホーム概要欄か説明欄に連絡先載せてます。再生数の取れた方はね、詳しくは Twitter をご覧くださいませ。はい、では行きます。あとね、ちょっとあと10秒ぐらいしてからね、移しましょうかね。総支給額しか載ってないんで。はい、ではいきます。総支給額が28万8120円ですね。はい、高卒をね、1年目でこれだけもらえたら、まあなかなかいい方かなと思います。で、差し引き支給額が、23万2619円ですね。はい、まあ、大体、まあ、5万6000円ぐらい引かれるんですかね。はい、終わります。